こんにちは、即解塾の久保です。あの、広島県で、河井克行、河井安里、この二人がね、組んで、自分の地位を利用して、えー、賄賂を渡したという事件がありました。それに、100人以上の市議会議員、県会議員、本当に恥ずかしい話、広島県のそういった法律を誰よりも知っていて、決まりを作るべき立場の人が、安々と、わずかなお金で、軍門に下ったっていうのは、本当に情けない話で、腹立たしいですよね。こういう人たちは、 あの知っていてやるわけですから終身刑でもね本当に割りが合わないぐらいでもうちょっとね厳しい刑にしてほしいなと思うわけなんですけどもまあ何と言いますかね現金金がががあるるかかからここうういいいいいととと行われれんじじゃゃななな思ますすすににおを入て渡足つきくでだからこそだからこそですよ振り込みですとかバーチャルマネーとか暗号通貨を使った方がいいよっていう形なんですけどもなんか逆でですね暗号通貨の規制はガチガチにして。 暗号通貨の履歴は少しでも分かるようにしてで現金は相変わらず分からないようにね、現金流通を保持したがる人がいるんですよねつまりはこういう暗号通貨への規制をかけたい人っていうのは自分たちの現金のやり取りは野放しにしといてね暗号通貨みたいなので頭がいい人がお金のやり取りをこっそりするのが許せないわけなんですよねどっちが許せない話だって思うんですよで今回暗号通貨にトラベルルールっていうのが加わりましてそうなるとですね 自分の口座から自分の口座へ移動するのも報告せよってことになるんですよ。ふざけた話ですよね。私のこっちの財布からこっちの財布に1万円動かしました。それも報告しろって言うんですよ。そんなイメージなんですけどね。まあ確かに、マネーロンダリングに使われる可能性があるからと言われれば、それはね、暗号通貨に対しても何に対しても規制をしたいのはわかりますけども、結局は現金の不正が一番多いわけですよ。だからまずは現金の不正をなくしてからそういうことを言ってほしいなと思いますよね。むしろ、 暗号通貨っていうのはログが残りますから不正ができないんですよ不正をしたらバレるんですよ、ね、マイニングがあるわけですから現金のやり取りにはマイニングないですからねうんでもまあこれは結局自分の地位を守りたい人が頭のいい人を先行者権利で押さえつけてるっていう構図なんですよね何も変わりませんよね青汁王子もそして与沢翼さんも堀右衛門もみんな頭がいいからやられちゃうということでまあ私たちは 納得でききなないとなと今のところはしておきましょうか、うんまあでもトラブルルール移行期間を経て、えー、実装されるのがまたもうちょっと後だということなんでまあ別に不正がしたくってね暗号通貨どうこうって言ってるわけじゃないんですけどもまあでもねもうちょっと緩くしていただくか税制を柔らかくしていただかないと私たちは日本円に決済できないですよそうなると日本円で使えないじゃないですか、うん、私も体も全く決済したことがないですからね <laughs> いやだからね、早くドーンと使わせてほしいんですけども、ドーンと決済するとドーンと税金持ってくわけでしょちょっと考えちゃいますよ。ということで、ノクさんの動画下に付けておきますのでご覧ください。私と同じような気持ちだと思います。それでは。